どうも、皆さんこんにちは、りょうです。本日も、購入品のご紹介をしていこうと思うんですけれども、本日ご紹介するのがこちらのスウェットのご紹介を、していきたいと思うんですけれども、こちらのスウェットのブランドがですね、トレーナーボーイズというブランドです。2018年の SS からスタートした日本のブランドです。拠点は、福岡にあるみたいで、デザイナーさんが、パークという、セレクトショップのストアマネージャーをしながらこちらのブランドのデザイナーもされているということですね。で、こちらのブランドのコンセプトがスポーツウェアに敬意を表しながらストリートで着用できる服作りを信念としているブランドみたいです。それからなぜかと言いますと、もともとデザイナーさんが学生時代の時に陸上をやっていたみたいで、その時にヴィンテージのスポーツウェアなんかをこう集めていたりだとか、古着がもともとすごく好きで、さらに陸上もやられていたということで、スポーツウェアと古着を掛け合わせたという新しいブランドとなっております。こちらの今回購入したアイテムのご紹介を簡単にできればなと思うんですけれども、今回はですね、一目惚れをして通販の方で購入をしたんですけれども、こちらの特徴がですね、勝部さんが考えるトレーニングウェアをベースにヴィンテージスウェットをモデルに2枚のスウェットを前後で貼り合わせているようなデザインとなっております。ですので前後でサイズ感や色味、あとは生地感も違うスウェットを貼り合わせていることで生まれているスウェットとなっております。さらにこれラグランになっているんですけれども、前後がないのでどちらを前にして着ていただいても着ていただけるようなデザインとなっています。こちらの面白いのが、前後全然こう違う大きさのスウェットを貼り合わせているので、袖口なんかがすごいね、結構違うんですよね。長さが、色も違いますよね。これ見ていただければわかると思いますけども、こっち裏毛になってるんですけど、こっち裏毛もになってるんです。この2つのスウェットを貼り合わせているようなデザインとなっています。はい、さらにですね、こちらがブランドのタグになるんですけれども、袖口についているんですよ。袖口にブランドタグがついていて、サイズ表記がやっぱり古着が好きということで US のサイズ表記になっております。こちらに関してはサイズが0、1、2の3サイズ展開で、僕はサイズ1番を購入しました。おそらく僕の身長ぐらいでしたらサイズ1番で全く問題ないのかなと思います。で、色がですね、ブラックとグレーとネイビーとあとレッドの4色展開となっております。で、僕はネイビーを購入しました。お値段ですね、お値段が2万円にプラス税という価格となっております。僕が購入したのは ZOZO タウンです。はい、まだ残っているかもしれないので、よかったら注文してみてください。気分によってどちらを前に着ていただいても全く問題ないというデザインなので、非常に面白いデザインのスウェットかなと思います。はい、では今回はですね、トレーナーボーイズというブランドのオールラウンドトレーナーというアイテムのご紹介をさせていただきました。まだ2シーズン目のブランドとなっていますので、今後もすごく注目をしていただけたらなと思っております。では今回の動画参考になったという方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。その他 SNS、ウェア、インスタグラム、ツイッターやってますので、ぜひそちらもフォローお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。ようの動画でした。ありがとうございました。